囚われの兄エースを救うため大監獄インペルダウンに潜入したルフィだが、毒毒の実の能力者である所長マゼランに乾杯を喫す。猛毒を浴びて瀕死の状態となったルフィだったが、ミスター2ボンクレーとイワンコフに助けられ奇跡的に回復。革命軍の幹部であるイワンコフはルフィが革命家ドラゴンの息子であることを知ると共に脱獄することを決断する。強力な味方を得て復活したルフィはエースが囚われているという監獄の最下層レベル6に乗り込んだが、時すでに遅く、エースは海軍本部へと連行された後だった。エースを追って海軍本部に向かうことを決意するルフィ。しかしマゼランの策によってレベル6に閉じ込められ、牢獄から脱出する手段が見つからない。そんな時、牢の中から一人の男が話しかけてきた。ここを抜けざきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。お前ここに捕まってたのか、クロコダイル。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放にしぶしぶ同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む、わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。ゴムゴムのよかった。スーちゃん、俺行くよ海軍本部。今朝10時前、イスラの処刑は午後3時。この時刻には必ず執行される。3時までに殺されることはねえんだな。まだまだチャンスはある。来たぞ。ひるむな、応戦しろ。イスラの処刑は午後3時。七部会が2人だと。どうにか数で持ちこたえろ。おい兄、またビビに手出したらぶっ飛ばすからな。相変わらず甘えことを言いやがる。王女に興味はねえ。アラバスタは用済みだ。シャバに出たところで面白みはねえけど、白ひげと海軍が戦争を始めんだろう。あのジジイの振りを取るまたとねえチャンスってわけだ。デザートスターだ。いい砂の乾き具合。デザートスターだ。大パニックガブルの起こすサーブルのよ。俺たちも行くぜ。
はさせんぞ、クロコダイル。じゃあ、ワンコチで殺し合っとくか。止めてる時間はなっさぐ。さっさと監獄を突破するのよ。ああ麦わらボーイ、立ち止まっちゃダメよ。後ろはまた私たちに任せて進みなさい。ルフィ君、行くぞ。わしは補佐する。陸上戦では足などあまり力になれんが、そうか、十分強えのに。わしは海賊嫌いの海賊で食おう。おひげの親父さんやエースさんは別じゃ。お前、海賊なのに海賊が嫌いなのか。変わってんな。エースさんから弟がいるという話は散々聞かされてきた。必ずエースさんを救おう、ルフィ。エースは絶対に死なせねえ。ゴムゴムのぶっ飛ばしていくぞ。
庶民は愛する者を失う狂気で夜も眠れない。これはエースの命が大事だ。だからどけ。ゴムゴムの人々にご安心いただくために凶悪な犯罪者たちを閉じ込めておく。ここは地獄の大砦。それが破れさ、この世は恐怖のどん底じゃろうが、出さんと言ったら一歩も出さん。やめときな、正義だ悪だと口にするのは。この世のどこを探しても、何か取り込み中だったようだな。ゼハハハハハハ。ティーチ、貴様がなぜここにおるんじゃ。いや、今は黒ひげと呼ぶべきか。黒ひげ？お前が黒ひげ？おめえが我が隊長エースの弟だったとはな。ここにいていいのか？もうすぐ始まるぞ、お前の兄貴の公開処刑がよ。ゼハハ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 。エースが先に現れなきゃ、俺はおめえを殺しに行くつもりだったんだ。麦わら、だったら今やってみろよ。ゴムゴムのギガントピスト、ウェッアークス。おっと、想像以上に強えな。ルフィ君、もうよせ。今は何が先だ。もう考えるんじゃ。Thank you.
しはせん。全員まずは逃げることだけ考えるのよ。合流地点はレベル1。さあ追い切り。なんだこの部屋、床に溜まってんのどこか。はしない。そうか、お前そんなことできるよな。よし、さん一緒に戦うぞ。待て、違う違う、戦う気は全くないんだがね。私はあとから
ありがとな、こんなかっこよくしてもらえまして。シルカ、はよ戦え。よしよ、触れる。つまらぬ時間稼ぎを。いいぞ麦わら、攻撃が効いてるかね。さすがエースさんの弟じゃ。あのマゼランと渡り合うとはの。気をつけなさい麦わらボーイ、次の毒を受けたら助からないわよ。そうよ麦ちゃん、無理しちゃダメよ。その毒に対抗できるのはこの私のローだけだがね。能力の相性ってのは分からねえもんだな。ここはルフィ君に任せて、わしらは軍艦を奪うんじゃ。俺も付き合ってやる。さっさと行くぞ。待て、俺様も協力しようじゃねえか。マゼランと戦うよりマシだぞ。ここまで処刑を。門が、もう閉まる。俺たち
行くよ。ありがとう。つむぎちゃん、必ず兄貴救ってこいや。地獄にも咲く一輪の友の花、寄せては返す波跡に忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう。オーカマウェイ、フォンちゃん。残す言葉はあるか。本望、オカマ畑でまた会おう。シッシッシッ。